連立方程式とその解き方3番、今回は加減法について一緒に学んでいきましょう。さあ、こんな問題です。次の連立方程式を解いてみようと、マイナス 2x-5y イコール 24、3x-4y イコール 10 と。さあ、どのように解いていけばいいのか。前回さ、加減法1っていうところでこんなポイントアドバイスをしました。どちらかの文字の前にある数字が揃っている方に注目してねと。そこに注目したら足したり引いたりしてその文字を消そうねと。さあ、今回見てくださいよ。例えば x の前にある数字2、下は3、 y の前にある数字上は5、下は4、数字揃ってないの。だから上から下にね、このままの状態で足しても引いてもどちらかの文字を消すことができないんですよ。ただポイント見て、どちらかの文字を消そうって書いてある。ただこのままじゃ消えないよ。じゃあどうしたらいいのかっていうのが今日のポイントです。こちら見てください。はい、どちらかの文字の係数の絶対値を何倍かして揃えようと。上の式を何倍かする、下の式を何倍かする、そして文字の前にある係数を揃えて、それで足したり引いたりしようってことなの。さあ、何倍かするっていうのは分かったんだけど、何倍すればいいのってことだよね。これね、簡単なイメージはこれです。数分のイメージをするわけ。 OK、 じゃあちょっとやっていきますね。まずさ、みんなさ、 x の前にある数字、 y の前にある数字、どっちの数字を揃えようかなっていうことを決めてください。じゃあ今日はね、 x の前にある数字を揃えることにしますね。はい、 x の前にある数字、これ2です。ちょっとここに印しとくね。マイナス2、下は3です。2と3の数字を何倍かして揃えたい。その時のイメージが数分だと言いました。例えばさ、みんな2と3、これじゃあさ、分母に置いてみてください。2と3、2分の何とか3分の何とか、上の2下の3を、まあ、こんな風にちょっと通分のイメージで考えてみます。これ皆さん何で通分します？6だよね。6分の何とかってやるよね。通分してこれでもう何倍かするか分かるわけよ。はい、上の式ってさ、係数2でしょ。2から6に何倍するの？3倍だよね。だからこっちも3倍してあげる。はい、じゃあ下は、はい、下の式ここ3です。3から6に2倍してるよね。だからこっちも2倍してあげるの。はい、ということでね、こう何倍かするっていうのは通分のイメージで、何倍したらいいかを考えてみてください。はい、そうすると、はい、1番の式3倍します。ただここ気をつけて、これだけ3倍しちゃダメだよ。これもこれもこれも各項全部仲良く3倍してあげてください。はい、そうすると上の式は、はい、3倍するとマイナス 2×3 でマイナス 6x、はい、マイナス 5×3 でマイナス 15y、 24×3 で70になると。じゃあこれも1ダッシュにしとこうか。はい、じゃあ下の式、はい、2番目の式は ×2 です。これも各項全部2倍してあげてよ。はい、そうすると 3x、 はい、これ2倍すると 6x、 マイナス 4y を2倍してあげるんだからマイナス 8y、 はい、イコール、はい、10を2倍してあげて20で、これを ② ダッシュにしておきましょう。はい、そうするとこのね、式見てくださいよ。どちらかの文字の前にある数字が揃っていますよね。はい、 x の前にある数字ちゃんと66と揃えました。そしたら上から下に足すか引くかする。はい、ここに注目です。マイナス6と6でしょ、ね、符号違うよね。符号違うときは足し算してあげれば消えるでしょ。マイナス6足す6で0になる。はい、ということで上から下を足していきます。はい、今言ったようにここ消える。でマイナス 15y 引く 8y だからマイナス、これ 23y になる。イコール 72 足す20で92になると。そうすると y の値はマイナス23で割りマイナス4と出すことができます。さあ、この y イコールマイナス4をどうしたらいいのか、
まあ、x の値出さなきゃいけないですもんね。もうここで満足して終わりにしちゃダメですよ。はい、マイクロマイナス4を、これに代入すればいいんだけど、まあ、このダッシュの方はね、もう3倍、2倍それぞれしちゃってるから、まあ、数字がでかすぎるので、まあ、1か2に代入しましょうよ。できるだけ数字が小さい方に代入してあげますと。じゃあ、今回は、丸2に代入してみようか。y イコールマイナス4を丸2に代入していきます。はい、そうすると、3x 引く 4y となってますから、その y の部分にマイナス4を入れてあげます。マイナス4かけるマイナス4。イコール10、はい、そうすると 3x イコールこれマイナス4かけるマイナス4計算するとプラス16、プラス16向こうを持っていくと、マイナス16、10引くマイナス16でマイナス6です。両辺3で割り x はマイナス2になる。はい、ということでこの連立方程式の答えは x マイナス2、 y はマイナス4ということでこのようになります。はい、ということで、まあ、こんな風にね、文字の前にある数字が揃ってない時は何倍かして数字を揃えてから計算をしていきます。その何倍のイメージは数分です。さあ、これもね、練習をして慣れていきましょう。ということで今回は加減法2番について一緒に学んでいきました。